第3話。クリス君、頑張って。逃げよう、みんな、それじゃ、走るわよ。1、2、の、3! 絶対行くな、バレだ。何か踏んじゃったわよ、今。このバカ野郎、早とちりしやがって。アルベルト、あんたの足音だったの、なんでここに。そんなこと後でいい、とにかく壁の時計に捕まれ。流されて気がついたら僕たちだけ。そう、立てます？怪我はないですか？大丈夫、どこも。平気よ、ほら膝をちょっとすりむいただけ、歩けるからね。ごめんね、私そんなに重かった？いや、そんなことないです。いや、本当にいけないのは僕です。僕が悔しいな、女の人一人背負えないなんて。クリス君、もしこれがアレフ君だったらきっとシーラさんも思いますよね、アレフ君みたいにかっこいい方がってそんなことないわ、クリス君にはクリス君のいいとこがあるし、それに私アレフ君ってちょっと。え、だってたくさんの女の子とお付き合いして会うたびに違う人とデートしてて、なんかいい加減な人に思えちゃう。そんなことないです。え、いや、あの女の人については確かにやめた方がいいなって思う時もありますけど、でもどの人のことも真面目に好きになっちゃうんですよ、アレフ君は。それに僕、なんて言ったらいいのかわからないけど、アレフ君に憧れてます。だって僕にないものをみんな持ってて、できないことを何でもできて。クリス君、とにかくすごいんです、アレフ君って。そう私誤解してたな。クリス君ってアレフ君にいつもああしろこうしろって言われて仕方なくやってるんだと思ってた。でも本当はいいお友達なんだね。はい。おーい、いたら返事しろ。キュリス、シーラ、どこなの？パティ、アレフ君、みんなこっちだよ。いたら二人とも。うおー、無事だったのか。シーラー、え、お、エリ、なんだ、弱虫クリスもいたの。一人よ、それアレフ
君は女の子だけ助かればいいんだろうけど。そんなにすねんなよ。冗談だってば。知らないよもう。なんだか羨ましいな、こういうの。おいお前ら、喜ぶの後にしろ。今はこの迷宮から抜け出すのが先だ。あ、そうだっけ。クリス、あんたの力が必要なのよ。それってどういう。俺は今回の事件の犯人モフェウスという魔女を追い詰めていたんだ。ところがあと一歩というところでこの有様だが、ここに飲み込まれる直前、仲間からこのアイテムを預かった。これで脱出できるらしい。あ、精霊石じゃないですか。うお、さすがクリス。さすがって何がですか。アルベルトったら抜けてるのよ。持ってたのはいいけど、一体何なのか知らなかったんだもの。たく使えねえよな。うるせえな、お前らもだろうが。で、クリス、これの使い方も知ってるの。ええ、学校で習いましたから、一応。よっしゃーた。クリス君、はい。今、私たちを助けられるのはあなただけよ。かっこいいところ、見せてね。シーラさん、遊んでないで、もっと呪いの指輪を配ってこい。はいはいはい、行ってきます。メロディーも行ってね。はあ、相変わらず何の欲にも出て。新しく部下 C でも手に入れるか。なんじゃこれは。はっ、わらわの鏡の迷宮が破られる。なーに、お前たちは異形団の一番槍アルベルト参上。おい、ほら、何かっこつけてんだよ。いいだろうか、別に。え、こんな時に。皆さん落ち着いて。おのれ、精霊石か。まさかそんなものを持っていると。どうだ魔女め、これでもう迷宮は通用しないぞ。観念するがいい。何がおかしいんだよ。葉っぱ60。それでも勝ったつもりかい。わらわにはまだ切り札があるではないか。何？そこのシーラとかいう娘じゃ。もしわらわを退治すれば、その呪いの指輪は永遠に外れん。さあ、それでも打てるかい、わらわのこと。